シグナルオンレッド、ブラックアウトスタート。エンシンくんスタートしました。お、早速3速4速とギアを上げてますね。はい、こんにちは、まーちゃんまーです。はい、今日はですね、モータースポーツの聖地鈴鹿サーキットやってきました。そしてですね、なんと鈴鹿サーキットの東コースを、本当のコースを走れるサーキットチャレンジ、これを今からやりたいなと思います。はい、で、これね、なんと小学3年生から運転していいということで、同伴者がいればね、なんでエシ君運転で、パパがあの助手席で、うん、はい、そう、すごい、めっちゃ楽しみ。じゃあ行きましょう。楽しみ。楽しみだね。皆さん、こんにちは。佐藤拓馬です。チーム RTA へようこそ。今から開発中のマシンについて説明します。はい、ゴー。うん、イエーイ。エーシン君運転でスタートしました。歳から、まだ今はダメだ。さあ、いよいよチャレンジスタートだ。オンコースに出てみよう。はい、まだ足元操作にリミッターがかかっていて、スピードが出せない区間だ。いやー、ということで、お、来た、すごいよ、鈴鹿サーキットだよ。うん、来た来た。実はね、パパさっき乗ったんだよね。それではハンドリングテストをやってもらう。はい、連続6回左右にハンドルを切ってみる。はい、はい、やってみるか。おお、2、おい、3、おい、4、はい、5、はい、6、はい、OK。 ちょっと周りに人がいるから気をつけて。ハンドリングデータはバッチリ取れた。大丈夫。はい、じゃあブレーキ、ブレーキ、点滅している S ボタンを押してくれ。あ、点滅してない。OK、 押した。リミッターは解除された。はい、シグナルがブラックアウトしたらスタートだ。さあ、レッドシグナルオール点灯しました。あれ、あ、シグナルオールレッド、ブラックアウトスタート。エンシンくんスタートしました。お、早速3速4速とギアを上げてますね。おお、すごいすごい。3速で走ってます。エンシンくん4速ちゃんと4速まで素早くシフトアップできたかい。できたね。周りのマシンにも注意して、スロットル全開で行ってくれ。全開だよ、スロットル。行くぞ。すごいすごい。おお、前に人がいるぞ。抜けるんじゃないか、これは。よし、抜けそう抜けそう、行くぞ。これね、車の後ろに行った方がいいから。うん、スリップストリームだよ、これ。スリップストリーム、ただ当たんないようにね。はい、ということで1コーナーだ。1コーナーではね、数々のドラマがあって、鈴鹿でセナとプロフト絡んでリタイアなんてあったよ昔。なるほど、そうだよ。1コーナーを抜けていきます。すごい、よし。おうおう、そしてこの辺多分あれだよ、優勝した時のウィニングラン、ここでみんなこうやって手振るんだよ。なるほど、ありがとうってね。うん、よしよしよし、行くぞ。すごい、風が気持ちいいね。うん、さあ、エイシン君、結構遠赤近くまで来たけど大丈夫。この先、S 字、逆バンクとコーナーが連続する区間にある。こっち風強いんだよね。正確なマシン、向かい風が、こっちは向かい風が強いです。うん、S 字、まず左へ切って、そしてすぐさま右に戻すんだね。はい、S 字はリズミカルに、リズミカルね。レポートラインを4で走ってくれ。あちらにメインストリートが見えますけれども、風が強い、こっちは。さあ、 S 字の最後が来た。4速のまんまでいいの、これ3速落とした方がいいよ。3速だと一気にいけね。そうそうそう、上り坂だからね。エシグ、エシグ、こう手がこうなってるけど、もっとピッて伸ばしてんだよ。あ、そう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 。あ、こうね。そうだよ。さあ、S 字が終わりました。本当はこの後ね、デグナーっていうところに行くんだけど、うん、デグナーと立体交差のトンネル、うん、行くんだけど、そこまではないですね、この東コースはね。よし。うん、浮上、リオン。さあ。この先はコースの最大勾配だ。
最大勾配速度に合わせたギアを選択し一気に登るんだ。さあこっから登る。いくらにしようかな。え、3が一番いいかな。3が一番いいよ。ラップ聞いたら。さあこっから登る。よし、3。ここ急だね、うん、だからちょっとゆっくり行くね。はい、で東コースはここでおしまいですね。はい、でもこの辺りで確かあのね、 F1 で最初の、日本人で最初の F1 ドライバーの中島悟さんがさ、あの辺で鈴鹿最後のレース、あ、ここ右曲がるよ、終わっちゃったんだよな。中島スピンターン、中島スピンターン、なんでだよってみんな言ってたやつ。列車が来た。さあ差が来ました。また4速にフルスロットル。さあ行くぞ、頑張れ、勢いかけて、バイバイ、助かってる、バイ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 、わあ来た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 、スピードすごいスピード、ほら気をつけてね、すごい、さあメインステージに戻ってきた、来たぞ来たぞ来たぞ、メインストレート、はい、ということでサーキットチャレンジはここまでですね。これでピットに戻って終了になりますね。マシンは自動減速エリアに入った。はい、自動減速。ピットレーンを向かって、はい、ぶつかんないの、ぶつかんないの。走行データはカードに転送するので、マシンを降りる前にカードを抜いてくれ、はい、カードに保存された君のデータは出口にあるデータステーションに入れて結果を確認することができる。それじゃあまたチャレンジしてくれ。はい、ここのデータステーションってとこでレイジン君が走ったデータ見られるので、切ります。はい、さあテストドライブデータを解析していますので、どうだ、おお、あ、全体的にいいね、うん、A だ A だすごい、やった、あ、プリントしてくれてる、はい、おー、やったー、いいな、イエーイ、イエーイ、すごいね、やったー。ちなみにですね、さっきパパ乗らしてもらったんだけど C だったのよ、うん、そう、このね、シグナルスタートとかシフトアップが全然ダメだったからね、うん、A ちゃん、よかったじゃん、よかった、よかった、やったー、やったー。はい、ということで今回サーキットチャレンジやってみました。めっちゃ楽しかったね、うん、もうね、パパね泣きそうだった。本当にね、聖地鈴鹿サーキットをね走れてすごい感無量です。で、最初にねこう写真ね、写真撮ってもらったやつこれ買えましたね、1200円だったね、うん、で、サーキットの今回のデータもここに入れられるみたいね、うん、いいじゃん、うん、よかったよ、よかった、えーでよかった、よかったね、うん、あそこの扉が下のピットに繋がってて、あ、なるほど、ゴールしたら下に車止めて、こっから確かにこういう映像なんか見たことあるかもしれないです。そういう感じです。ちゃんと置いてあるじゃん。うわあ。いやいや、僕は立てないです、ここは。じゃあ、これが鈴鹿トロフィー、鈴鹿サーキットだけの鈴鹿トロフィー。鹿に鈴鹿。金銀銅。そうだね。うわあ、ここにセナもシューマッハも見たことあったんだよ。すげー。ちょっとここ立てない本当に、うん、やばいわ、神聖すぎて立てない。すごい、各コーナーにカメラが設置されてるんだ。マーシャルのところまでちゃんと設置されてるんだ。あ、ここからじゃああれですか、その万が一誰かがちょっとクラッシュしちゃったって場合はマーシャルに引いたりして、さっきここで、ああ、え、あ、すごい溶けて固まったんだ。あ、もしかしてあれですか、これはもうさっきと散りばってる、散らばってるレースカスの、特に耐久レースとかになると、はい、コース上にこういうのが、そうですよね、これを踏まないように、はい、ラインが見てこういうので黒くつぶつぶになってます。これが反対側、こっちが刑事室で、あの記録を、あー、なるほど、ラップタイムもここで、そうです、
はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、そしてチャンネル登録もよろしくね、ということで今回は以上でございます、バイバーイ。